はい、ちょっと緊急の案件ですね。例の首都戦で若干ぼこした人が、まあ、突然ね、まあ、連盟に横付けして連盟に全員役という、まあ、そういう行為をしてきておりますね。ちょっとさすがにこれはね、看過できないんで、拘束銃をね、とりあえず作っておきました。で、これでちょっとやってみたんですけど、若干やっぱりユニットレベルの差がね、あるので、まあ、勝ちきれないという状況ですね、になっております。ちょっとさすがにちょっとほっとくわけにはいかないので、何回かね、つって追い返していきたいかなと思います。はい、突然来ましたね。いや、本当に動画撮るつもりもなかったんで、全然準備できてないんですけど、いや、これはちょっとね、すごい展開になってきたんで、無視はできないですね。今こんな感じですね。まあ、横付けして焼いてきてるんで、若干、めんどくさい感じですね。で、なんか70ユニットとかをね、作って来られてるんで、あいつをなかなかね、処理しづらいってとこですね。どうしようかな。プラス1宝箱を前回あんま使ってなかったんで、こいつをちょっと切っていこうかな。もうこれ持ってもしゃあないからね。切って、69があればね、割となんとかなるとは思う。よいしょ。トリブルの差がでかいな。一旦ちょっと様子見しますか。なんかね、高速レベルの差があるんで勝ちきれそうな気はするけど、あ、よく見たら勝つみたいな。そりゃ勝てんわ。ちょっと待って、ミスってたわ。ちょっと待ってね。3ですね。3、まあこういう焦ると棒ミスが出ちゃうよね。これはね、ギリギリちょっと持って帰るの。大体持っていけるんだけどね。いや、やっぱちょっとレベル差きついですね。全軍突撃。負けちゃいました。被害は出てるんでね。
く。トレード追いかせましたね。いやここでまだ高速銃切りたくなかったんだけどな。みんなと楽しく遊びたかったんだけど、これぐらいされたら仕方ないですね。あの方ね、まあ割と好戦的ではあるけど、なんかこういうキチ焼きとか今されてなかったんでね、まだマシかなと思ってたんですけど、やっぱしてくるんですねこういう方は。はいはい、事件でしたね。こういう焼き合いとかやっぱあんまやったことないからさ、うちの様平和だし、ちょっと慣れない感じだったね。本当に本和化のあれを持ってきたいわ。余ってるなんか造幣加速とか。でもこれはなかなか事件でしたね。でも追い返してよかったね。さすがにね、高速差はなかなか相手は辛いでしょうよ。はいはいはい、うん、造幣も間に合ってないんでね、うまく追い返したかなって感じだね。あれちょっとね、序盤のミスが痛かったな。うん、間違ってシムナで突るという初歩的ミスをしちゃいましたからね。まあね、こっからちょっと高速銃でみんなをいじめなきゃいけないという立場になっちゃったね。苦しいですね。まあそのうちみんな銃も作ってくると思うけどね。うん、ちょっとそろそろね、このレベルを詰めておきたい感じはありますね。うん、高速勝ちしてる今はいいんですけど、向こうもね、高速銃作ってきたら、まあ、ユニットさんの勝負になってきますからね。まあ、多分英雄とかね、こっち、まあ、ナージャとか教わってるんで、連動は高いと思うんですけども、まあ、そこはね、ちょっと返せないところがあるんで、やっておきたいですね。ああ、なかなか。動いてきましたね。いや、この感じ本当になんか久しぶりというかね、初めてというか。まあ私の元サバもね、もともとやっぱ序盤のうちは若干揉め事だったりしたんですけども、やっぱねこう突然ハイカキンの人が横につけてきて焼いてくるとかあんまなかったんで、いや戦争サバっぽいですね。まあとりあえずちょっと何人か焼かれちゃいましたけど、まあ、追い返すことができてよかったかなって感じですね。まあ、ちょっとねこれが一回あったということは今後ねいつ来るかわかんねえということなんでね、まあ、油断せずいきたいですね。まあでもね、戦争ゲームっぽいある意味盛り上がりのあるねポイントだったんで、まあ、これはこれでよかったんじゃないかなと思いますね。まあちょっとこんな感じで、ね、盛り上がりどころがあったら突発でもちょっと動画撮っていきたいんで、まあその時はねよろしくお願いします。じゃあ今回こんな感じかな。うん、まあ、ちょっと攻めてきた時は頑張って守っていきたいと思います。それじゃまたねー。